ジヘイの動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。ジヘイの動画解放軍です。まあ、自分のためっていうか、自分の力を上げたいために、ちょっとプレゼンテーション形式、できるだけカットを行わないというか、まあ、カットは最初と最後だけ、そのような勢いで、動画を作っていきたいですね。今みたいな、あまりよろしくないですよね。でも、最初に、私、レビュー、企業からのタイアップ、増えてますね。その時に昔は、機能が10あれば、1から10まで全て言わないといけない。そう思ってた。でも実際そんなの、説明書を読めばわかるんですよね。じゃあ何を言えばいいのか。私が一番すごいと思ったこと。それだけを言えばいいんですよね。あ、これはすごい。まあ1から10まで全て話しても、みんな頭の中から飛んでしまうんですよね。だったら、一つの機能だけ。例えば今回レビューした、このタオトロニクスのこれ。これのいいところ。まあもちろん、Bluetooth の機能とか、セルフィーとして伸ばせる。そういう機能はあります。でもこれ一番いいところ。この小型さなんですよね。折りたたむと非常にちっちゃくなる。折りたたむと非常にちっちゃくなって、持ち運びが楽。その部分をプッシュすればいいんですよね。あ、これちっちゃいんだって。それセルフィーアーム。もう大体概要は分かってる。あ、ちっちゃいセルフィーアームねっていう。それで通じてしまうんですよね。これ1から10まで説明して、これは伸ばして自分を撮ることもできて、Bluetooth のリモコンついてて、充電式で電池はいらない。まあいろいろ言っても皆さん覚えてくれないですからね。だから一つに絞る。それは重要ですね。もちろん、この、話してる時に、今のこのとか、あのとか、ちょっと間がある。そういうところも減らしたいんですけどね。まあ、これで、カメラの時間見ると2分15秒ぐらいですね。結構長く話してる。5分間スピーチ。5分間スピーチで考えると、もう半分食ってしまってるんですよね。貴重な時間。まあ、5分間スピーチでこんなことしちゃダメですね。もう最初のこの前置きやめましょう。私のあまり時間制限のない動画だからできてるだけで。今日、本題ですね。今日、あのニュース、ダイヤモンドオンラインというネットニュース。それ見てたら、企業は体育会系の学生を欲しがってる。そういう記事見ましたね。その傾向が強くなってて、ある企画会社は体育会系専門の就職セミナーを開いた。そしたら人気あったみたいですね。大企業、名前知ってる会社、そういう会社が出展してたみたいですね。なぜ企業はこの体育会系の学生を欲しがるのか。まず、言ったことに対して従ってくれる。それ自分に対して素直じゃない。そういう人を欲しがってるんですよね。まあ、自分に対して素直な人ばっか集めたら、言いたい放題言われるだけですからね。まあ、そんな中で、自分の心を押し殺して、またはそんな意識もなく、なんか上から言われたことはこれは正しいんだ、そう思って従ってくれる人、そういう人欲しがってるみたいですね。まあやりやすいですよね。それとスケジュール管理、まあ、これちょっと偏見かもしれないですけど、体育会系の学生というのは朝練やって、それ学業やって、それでその後また練習したり、さらに帰ってからレポートとかこなさないといけない。時間管理しっかりしてるんですよね。だから、そういう人が就職しても、時間管理、まあ教える必要がないというかできてるから、そういう部分でいい。で、他は目標に向かってのストイックさ。まあそりゃそうですよね。体育会系の人、当然何かの試合に出てるはずですね。試合で優勝しよう。そういう目標がある、皆さんにあるわけなんですよね。その部分、それが仕事のノルマ達成とか、目標達成、そういうところにつながってくるみたいですね。まあ最後は、もう体力とか、あと、なんだ、健やかな心みたいな。健全な体には健全な精神が宿るみたいな。まあちょっと、その言葉違うみたいですけど、そういう意識もあるみたいですよね。まあこれ私考えてみて、
人にクリエイティブなところ、それを求めてるんじゃないのかな。もうマニュアルがあって、それに従えば全て OK だ。そういう会社に求められてることなのかなと思いましたね。確かに会社、決められたマニュアル通りやってほしい。そういうところが多いですからね。たまたま私の入った会社、決められたマニュアルなんて作れないような会社だったから、仕方ないですけど、普通の会社というと、ごく一部の、そのクリエイティブな人が作ったものを、それで下を動かす。そういう感覚なんですよね。ほとんどそういう会社だから、体育会系の人を欲しいのかな。そう思いましたね。求められることは、言われたことだけですね。それを行う人。間違ったことも行ってくれること。それと、その責任は取ってくれる人。そういう人なのかなって。これ考えると、進歩ないなって思いましたね。会社に対して都合のいい人。それで、間違った意見も聞いてやってくれる。ただ、それに何か起こった場合は、その個人が責任取って何かやってくれよ、みたいな。それは都合がいいですよね。都合が良くて、それなんか人情とかそういう言葉で、会社には迷惑かけれない。確か私のいたある会社だと、これ、私の感覚だと別に、会社に言えばいいだろうってことも、会社には迷惑かけれない。自分たちで考えよう、みたいな。会社には迷惑かけちゃいけない。そういう考えが芽生えてるんですよね。その時私、何言ってるんだよって。少ない給料っていうか、自営業で何かやってれば、その4倍ぐらいもらえるのに、その雇われの人っていうのは4分の1ぐらいしかもらえない。その理由っていうのは、会社に守ってもらえるから給料低い。そういうところもあるんですよね。それで給料低くて、それで自分は自営業並みにいろいろ被らないといけない。やってられないですよね。やってられないけど、そういう考えがおかしいと思わない。そういう人を欲しがってると思うんですよね。いわゆる無知ですよね。そんなことしたら、無知だらけの人ばっかりになってきそうですよね。会社が求めてるのが、いわゆる無知な人。そうなってきたら終わりですよね。と私は考えました。皆さんどうですかね。最近の求人で人気のある人は体育会系の人ですね。そういうニュースがありました。ぜひチェックしてみてください。自閉の動画解放群でした。自閉の動画解放群。